こんにちは、チョメです。今日はゲーム音は6にしてます。これは自分用ね。ちなみに、チョメさんすっごい久しぶり。ファンタジーライフリンクの実況をやるのは。撮影日時も言っとこう。6月の29日です。2018年のね。とりあえず夏休みにオンラインが出た後、大量に投稿するために今のうちやっとこう。チョメへ見どころのあるそなたに頼みがある。越見のままで来てほしい。ほう。王国ガレージ。これはいいね。よーし。じゃあ行こっか。ちょっと待ってね。お、なんか進んだ。ふむふむ、エリックさんからの手紙ですね。王様の頼みって一体どんなことなんでしょう。久しぶりにラウラさんにも会いたいですし、お城に行ってみましょうよ。チョメさん、確か前はカリウドのクエストやってた気がする。マーズ物語第3話、海賊王と七つ頭の秘密。もうネタバレになってるけどね。海賊王が出てきて、七つ頭の何かが出てくるんでしょ。ヤマタノオロチとか出てくるんじゃない。いや、間違ってるかもしれないから適当なこと。で、こうやってこういうのも、チョメさんね、裏で、あれだからね、やってるからね、ちょっと待って。今はいいわ。じゃあ、ちょっとお待ちを。お、お城、あ、みんな並んでる、越見の間。チョメさん、チョメさん、すごい行列ができていますよ。なんでしょう。なんだろうね。みんなに手紙出したんかな。これみんなまたんやけん、こうやって。女の子話しかけてる。これ何の行列かした。お菓子でも配ってるのかと思った。お前関係ないんかい。このまま進まないから、とりあえず、これ全員に話しかける？どうする？私にお嫁さんをください。お願いだから、ソウルスロー。ちょっと待って、怖いぞ、お前。怖い、怖い。僕がこの間描いた絵と同じなの。僕のせいであんな風になったんだ。あれはマーズのへそじゃよ。今までは背中を向けていただけなんじゃ。謎ほど。マーズがおかしくなったのは税金が高いからせよ。税金いくらなんだろうね、ここ。一応税金あるんだね、ファンタジーの世界も。あれは光の加減でそう見えるだけだよ。話は順番にお聞きしますから。じゃあ、チョメさんは抜かしていこう。すまんな、みんな。特別扱いか。おめでとう。あなたがちょうど100人目の陳情者です。チョメさん抜かしちゃったんだけど、大丈夫なの？え、本当ですか？冗談だ、冗談。朝からずっと陳情者の対応で、冗談でも言わないとやってられなくてね。もう真面目にお願いします。あなたたちもどうせあれでしょ。マーズにバッテンがついた理由を思いついたと。バッテン？マーズにバッテン？もはや知らない間柄じゃないですし、聞いてあげますので、どうぞお話しください。これは人から聞いたんですけど、あのバッテンはつまりその、世界が滅びる前兆だとか。なるほど、なるほど。なかなか興味深いご意見ですね。マーズのバッテンは、世界が滅びる印と。はい、では次の方どうぞ。真剣聞いてくださいよ。おい、チョメくん、チョーチョくん、兵士たちと遊んでる場合じゃないぞ。お前たちもお前たちだ。王国がこの者たちを待ちかねていらっしゃる。え、国王が？王国って言っちゃったじゃん、めちゃ。そうとは知らず失礼いたしました。いや、久しぶりやからね。さあ、二人とも私についてきなさい。いや、ほんと2週間ぶりぐらいなんだよね、実況撮るの。いや、ファンタジーライフの実況ね。ちょっと他の実況やってたからね。まだまだ投稿日が先になると思ってからね、油断してたわ。よーし。おう、チョメ、待ちくたびれたぞ。とりあえず、ファンタジーライフオンラインが出るまでは、全クリして動画は貯めておきたいですわ。居眠りドラゴンとラウラを救ってくれたこと、改めて礼を言いたい。ありがとう、チョメ。そして、喋る蝶々よ。どういたしまして。ははは、さて、城まで来てもらったのは他でもない。あの時、居眠りドラゴンが、そなたに託した女神の歯車について。古い文献を調べていたフューズから調査報告が届いたのだ。おう。その伝説の序章を聞いて、わしは驚いた。空から降るドクロ石に不安を抱く人々の描写から始まっており、なんとやがてマーズにバッテンが現れる。そんな記述もあるというではないか。予言がなんかあるの？予言の書みたいなの。もしかすると、今と同じようなことが過去にもあったかも。ああ、なるほどね。過去にあってから救われたってことか。そしてその伝説には女神の歯車についても記されていたのじゃ。ええ、そうなんです。だから昔世界を救ったのは女神様だったのかもしれないね。
ドクロ石を調査しているうちに探し当てた文献なのですが、居眠りドラゴンが守っていた女神の歯車は各国に伝わる女神の宝の一つらしく、その文献を信じるならば我がクルブルク以外のファンタジールの国々、だから次のところか、海賊のところ行くんか、つまりポルトポルトとダルスモルソにも一つずつ宝があるということなんです。海賊が持ってるってことか。それらを集めることで何が起こるか残念ながらまだわかりません。だから海賊のところ行ってヤマタノオロチみたいなやつ戦うのか。ただマーズの異変と無関係ではないというのが私の今の考えです。あの白いホッカムギの少女ならばもっと何か知っているかもしれませんが、そうでしょうか、そうでもないと思いますけど、ここに再びあの時のように現れてはくれないもの。運頼みとはヒューズらしくもない。チョメよ、女神の宝集めを引き受けてくれるか。音が暴走した。大丈夫かな、今日超6でやってるからね。実はそなたを指名した者がいるのだ。その者とは何を隠そう。王女様じゃない。来た来た、それは私、ラウラ。ラウラさん、ラウラってポケットタウンには出てくるからね。同じ名前だけだけど。ラウラ、父のセリフを遮るのはやめなさい。来てくれたのね、チョメ。チョウチョも久しぶり。久しぶりだね。ほんと久しぶりだわ。チョメさん、男の子バージョンの方がたくましくて好きですよ。私があなたを指名したのはね、本当は私が宝探しの冒険に出たいんだけど、そんなことしたらお父様が、あ、今回来ないの一緒に。エリックさんが不安で不安で部屋を行ったり来たり、食事も喉を通らず、毎晩枕を濡らして。そりゃ大変だな。ラウラ、誇張はやめなさい。とにかく私の次に敵役といえば、チョメしかいないと思ったの。そなたたちには、隣国ポルトポルトに向かい、女神の宝の所在を調べてきてほしいのだ。ポルトポルトは、海賊と貴族が治める自由の国。なるほどね。自由であるがゆえになかなか厄介な国鳥だが、きっとそなたたちも、なんかすごい厄介だな、貴族と海賊って。ヒューズもなぜかそなたたちを推しておったし。ヒューズさんが、だから貧乏人は海賊になるんか。どこの馬の骨ともわからないものだというのが正直なところ二人の第一印象でした。いや失礼、しかし世界を駆け巡る馬の骨かもしれないと今では考えを改めております。結局馬の骨ですか。いや失礼、馬に失礼だぞお前ら。でもチョメさん、これは結構光栄なことですよね。ねえ、ポルトポルトに行きましょうよ。行こう行こう、うむ期待しておるぞ。ポルトポルトの大元締め宛てに わしから手紙を用意した。マジか、エリックの新書を手に入れた。貴族に渡すんかな、貴族様に渡しに行くのか。ポルトポルトの親愛なる大元締め殿へ、貴族に古くから伝わる海賊のお宝をお借りしたい。クルブルク王国エリックよ。すっごい金遣い荒そうやな。これこれ、勝手に封を開けるではない。あ、確かにね、なんで読めたんだろうと思ってたわ。チョメよ、ポルトポルトの大元締めにこの手紙を届けるのだ。よろしく頼んだぞ。なんか政治で海賊が上になってたりとかしない？大丈夫？よし、行こっか。じゃあ、ポルトポルトの前までカットします。お待ちを。おお、城から出たらなんか光った。いつも通り。ポルトポルト、どんな国なんでしょうか？海の都って聞いただけでワクワクします。大体わかったわ、チョメさん。道がわからなくなったら地図を開いて場所を確認するといいと思います。はーい。じゃあ行きましょうね。チョメさんのレベル大丈夫かな？さあ、チョメさん、ポルトポルトへ出発しましょう。はい、わかりました。じゃあお待ちを。おお、ちょっと待って、チョメさん大変です、誰か襲われています。うわ怖っ。オオカミさんです。でもチョメさん、これカウリドのクエストで倒したぞ、だから大丈夫なはず。チョメさんどうしましょう。戦わない。え、戦わないんですか？絶対戦うことになるやろ。あの、もし倒すそうになかったらですけど、私が何とかすることもできますか？どうしますか？え、これ何とかしてを見よっか。チョメさん、戦いってどうせ戦いでしょ。わかりました。それではなんとか平和的解決を。あの、失礼します。ちょっとこれ見たかっただけだからね、チョメさん。わかってもらえたみたいです。ちょっと待って、よかった、こっち選んで。戦闘が回避できるってことか。危ないところを助けていただきありがとうございます。っていうか、チョメさん、
チョメさんじゃない。チョウチョすごくね。なんか技使ったぞ。私、アンディ・クラップというものです。失礼ですが、あなた方のお名前、チョウチョ仲間になって一緒に戦うんじゃね？将来的に。なんか全クリした後とか。これから、チョメさんで、なんか光魔法とかどんどん使っていきそうだよね。チョメさんにおしゃべりになるチョウチョさんですか？驚きました。世の中には不思議がたくさんありますよね。なんかマザー2がちょっと出てきたわ。えへへ。チョメさん、チョメさん。お月の方を従えてるぐらいだから、偉い人かもしれませんね。なんだかキラキラしている気もしますし。ほんと、貴族じゃねこれ。どうされました貴族だよな、これ。あ、いえ、なんでもありません。ポルトポルトの人やん。チョメさん、チョウチョさん。もしもこの先お困りのことがあれば、ぜひ、ポルト宮殿をお尋ね。あ、もしかしてこの人が領事かもしれない。え、宮殿ですか？え、そうです。私、いつも宮殿におります。多分この人だな。もしお尋ねいただければ、何かの形でご恩返しができるかもしれません。それでは急いでおりますので、これにて、だから手紙渡す人がアンディなんだよ、多分ね。ちょっと、とりあえずポルトポルトに行きましょうか。下のね、マップ見ればわかるけど、チョメさん右下に多分表示してると思うけど、その右下のマップ通りに行けばね、大丈夫だから。こんな感じだね。矢印。だから上画面見なくて下画面を。あ、ここっぽいな。ちょっと待って、これ読もう。ちょっと待って、牛が。西へ、ポルトポルト。海の都を橋を渡ってすぐ。ちょっと牛がおるんだけど。ちょっと待って。南がダルスモロスか。よーし、着いたね。あ、これなんかアンディと似てない？さっきの人？あ、これが親衛隊か。こんにちは。この先はポルトポルトだよ。だから王国兵士みたいなもんか。あっちの。よーし、ポルトポルトに到着。いや、いい音楽だね。どうやらここからがポルトポルトのようですね。おう、お前ら、ここいらじゃ見ねえ顔だが、観光か？観光に来たと思うか？これなんか海賊のライン、ボスじゃねえこれ。いえ、クルブルク王国からの大切な手紙をポルトポルトの王に届ける途中で、これがオリビアか？オリビア出てきたか？ムービーで。で、ええことはあれか、エリックの使いってことか。だからオリビアのおじいちゃんかもしれないな。国王を呼び捨てにするなんてとっても豪快な方ですね。いいんだよ。あいつ俺は知らない仲じゃないんでな。だから海賊の元締めと貴族の元締めにあったって感じかもしれない。紹介が遅れたが、俺はエイハブだ。ただの釣り好き、あ、釣りだったわ、ただの。王様と知り合いだなんて、エイハブさんは顔の広い釣り人さんですね。ごめんなさい、チョメさん海賊かと思いましたわ。海の広さに比べりゃ、俺の顔の広さなんて水たまり程度だぜ。ところでお前さんたちが目指す宮殿なら町の一番奥にあるが、アンディさんも言っていたポルト宮殿ですね。もしかしてその宮殿に大元締めさんがいらっしゃるんでしょうか。そうだな、いるとは言えるし、いないとも言えるか。はっは、だから出てたってことか。まあせっかくだから観光も楽しんじまえばいい。ポルトポルトはいろいろな顔を持つ町だ。ふらふら寄り道もするのも楽しいもんだぜ。エリックは内緒にしとくからよ。ガハハハ。それじゃあな、いい旅を。エイハブさんもいい釣りを。はーい。なんか平和だな。よし、ちょっとセーブポイントを見つけて。今回の実況はここで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。じゃあね、バイバイ、ありがとう。録画を確認してやめます。